期待値積んでも人生期待値下げてどうする？パチンコの日本酒に勝つ世界周回した私からもパチンコ楽しくぬくぬくうちにあるを買っていく方法、初心者中級者向けでお伝えするチャンネルです。はい、どうもカラコです。今日はパチンコで期待値を積んでも人生期待値を下げてどうすると、そういうお話をしていきたいと思います。はい、今日はいきなりですが結論からお話ししていきたいと思います。今日僕が動画で言いたい結論はこれです。みんなパチンコを打ちながら動画を見ようよって、そういうことを言いたいと思います。はい、今日の動画なんですけど、今後自分自身パチンコ以外の収入は一切いらないよと、もうパチンコの収入だけでも人生ずっと生きていくんだと。はい、で人間良好な人間関係、そういうものを絶対構築したくないと、もうパチンコだけしてたいんだと、パチンコ打ってだけの収入が欲しい、それだけで生きていくんだと、そう覚悟が決まってる方、私は全然否定はしません。ある意味そういう生き方はかっこいいと思います。はい、ただね、そうではなくて、パチンコ以外の可能性、なんか収入を得る可能性をちょっと探してみたいなとか、せっかくこの美しい現代社会に言われたんだから、パチンコ以外のいろんなものに触れて、芸術に触れて、いろんな美しいものを見てみたいと、はい、良好な人間関係も築いていって楽しく生きていきたいなと、そう思っている方がいたらぜひ最後までご覧いただけたらと思います。はい、皆さんですね、どれくらいパチンコ打ってますかっていうことをですね、考えたことありますでしょうか。はい、まあ、僕はですね、まあ、一番打ってた時期は1ヶ月300時間以上、まあ、ほぼね毎日のようにパチンコ屋に行って朝から晩まで打ってたんですけど、今はだいたい100時間から150時間ぐらいまで落としてますね。はい、まあ読書したりだとか、これ撮影したりだとか、サウナ行ったりとか、まあ、ちょっとね仲良くなった人たちとね、ボードゲームしたりとか、ポーカーしたりとか、そういうことをしたいなと思ったので、まあ、時間を落としたんですけど、それでも1ヶ月でも100時間から150時間はパチンコを打ってるんですよ。はい、その時間ね、ほんと貴重な時間、もう時間っていうのはね、お金では買えないですからね。はい、その大切な時間を本当にパチンコを打ってるだけの時間にしてしまっていいんでしょうか。はい、現在の情報量についてなんですけど、今ニューヨークタイムズのね通常号、1日の通常号で得る情報量っていうのが、17世紀のイギリス人の平均的な人が一生涯を得る情報量、それをもう超えちゃってるって言ってるんですよね。はい、それくらいもう圧倒的なもうね情報社会なわけですよ。まあ、皆さんもご存知ですよね。もう次から次へと、まあ、知りたくもないどうでもいいニュースをはじめですね、いろんなニュースがもう毎日のように更新される圧倒的に情報社会なんですよ。はい、堀江貴文さんもですよ、あの情報という武器をシャアを浴びるかのように圧倒的に浴び続けろと、はい、そういう風に言ってるわけですよね。はい、それがもうパチンコやるとね、本当パチンコだけでもっと偏った知識ね、はい、その代からの少ない情報、それだけを知ってる人がもう圧倒的に多いですよね。余計なお世話ですけど、本当にその情報だけ得る人生でいいんですかと、もう一人ずつ肩叩いて僕は言いたくなるぐらいなんですよ。そんなこと言えないで動画で今言ってるんですけど、はい、150時間僕らだったら言ってますよ、1ヶ月。だいぶセーブしてる、150時間ですよ。150時間あったら、映画80本見えますよ。はい、まあ、僕は映画ね、基本的に 1.5 倍速で見るんで、それもなんかね、まあ、結構批判されたりするんですけど、まあ、そう、1.5 倍速でしなくても、70本は見れますからね。はい。この情報社会でいいんですかと、はい、そういうことをお話したいわけです。はい、次はですね、デメリットをお話ししていきたいと思います。まあね、デメリットも言わないので、ね、信頼っていうのをされないのでね、はい、お話ししていきたいんですけど、2点あると思います。1つ目が、まあ、目立ちますね。はい、特にパチプロっていうのは結構動画見てる人多いんですよね。はい、なので目立ちます。まあ、目立っていいことないっていうのは僕は散々動画で言ってるので、それがまあ最大のデメリットかなと思います。1つ目ね。2つ目が、たまにお店によっては台に、携帯置くとか注意するお店がありますね。はい、まあ、それぐらいちょっと、それぐらいさせてくださいよってね。別に、まあ、正直心の中で思ってるんですけど、まあ、それはハウスルールとして仕方ないことなので、その場合は、まあ、ドリンクホルダーとかに置くとか、耳で聞くだけにするとかね。あ、まあ、動画を見ないでね、耳で聞くオーディブルだとか、そういうね、やつとかにするとか、またはね、聞くだけに動画のやつを YouTube で流したりとか。はい、そういう風にしますね。はい、それがデメリットですね。はい、ただですよ、やっぱりそのデメリットを
あるとしてもね、はい、1ヶ月で100時間打つとします。で1年間だったら1200時間ですよ。1ヶ月150時間打ってたとしたら1年間1800時間打ってるわけですよ。まあ、そのデメリットはありますけど、そのデメリットを差し置いても、それでもやっぱり情報を取りに行く、その方がもう圧倒的に僕は大事だと思います。はい、ちなみになんですけど、僕、まあ、パチマカというね、雑誌でね、旅打ち企画で、まあ、合格したんですけど、辞退したんですよね。その理由の一つが、やっぱりね、パチンコ打ちながら動画を見ることがね、ダメだったと。はい、そういうのもあって辞退したっていうのも結構大きな理由の一つとしてあるんですよ。はい、やっぱりね、会社に入ってしまうとですよ。会社に入ってしまうとお金をいただくので、会社から。会社の仕事として行くので、まあ、動画とか見ることはできないんですよね。ずっとまあ、イヤホンもしないんで、まあ、誰か声かけてくれる人に、対応してと。はい、そういうことしなきゃいけないので、もう、情報という武器が手に入らなくなっちゃうんですよ。成長はまあ、できないとは言わないですけど、まあ、いろいろ携帯で喋ったりとかで、何でもできる時代なんで、情報をね、手にず言いづらくなってしまうと。はい、そういうこともあって、辞退したと。まあ、それだけじゃないですよね。はい、というのもあります。はい、というわけでね、僕が主張したいことですね。主張したいことを言っていきたいと思います。はい、それはですね、まあ、パチンコを打ちながらね、パチンコだけをするのはやめましょうよと。はい、そういうことを主張したいわけですよね。はい、まあ、もしね、この動画を見てくださってる方でね、はい、僕のことね、まあ、意識が高い人なんだなというふうに思ってる方がいらっしゃるかもしれないですけどね、まあ、いないかもしれないですけど、はい、決してそういうわけではないです、僕は。はい、僕はただね、まあ、好きなことをね、ずっと好きなことってわけにはいかないのかもしれないですけど、基本的には好きなこと、楽しいことをしていたいだけなんですよね。はい。なので、まあ、動画見てるだけじゃないです。はい。ゲームをします。はい。パチンコのね、旅打ち、1年2、3ヶ月ぐらい行きましたけど、その間に、まあ、ドラクエシリーズ6作品も全クリしましたよ。はい。テリーとかね、それも、そこら辺も4つぐらい、ワン、ツーとか、クリアしたりとかしましたよ。はい、映画もね200本ぐらい見ました。はい、まあ、あとね YouTube の、ね、本が読むのが僕は好きなので、本の要約チャンネルをね、はい、見たりとか、まあ、ベルさんとか本要約チャンネルとか、あとこのね最初の冒頭の真似してるサラタメさんとか、ビジネス系 YouTuber だとマコラルさんとか、マナブさんとか、はい、それ見たりしてるわけですね。まあ、マコラルさん最近YouTube ちょっと離れるみたいな感じになってますけど、はい、まあ、あとサウナが好きなんでサウナのチャンネル見たりとか、はい、まあいろんなの見るんですよね、とにかくね。はい、アニメとかもねすごい見ましたよ。もうそれだけでもこれね1時間ぐらい紹介したいぐらい、映画とかアニメとかの話をしたいぐらい見てますよ。はい、なのでね、はい、パチンコ屋に行ってパチンコ以外のこともやろうよと、はい、そういうことをしたい、主張したいわけですね。はい、あとね、まあ、パチンコ打ちながら本を読むってことはね、今はなくなりましたけどね、昔はパチンコ打ちながら小説読んでたりとかしてる時もあったんですけど、今さすがにそこまではしてないんですけど、まあ、オーディブルって言ってね、はい、音で本を読んでくれるサービスとか、はい、あとまあ音楽も聴いたりとかもしますし、まあ、僕はお笑いもやってるので、落語を聴いたりだとか、はい、そういうことはしてますね。はい、なのでね、もうパチンコを打ちながらにして、もうそこの場所が僕にとっては映画館とかシアタールームとか喫茶店になってるんですね。ああ、これはちょっとあんまり言いたくなかったですけど、まあ、迷惑ならない程度にね、歌ったり、今マスクしてるのはね、もう聞こえない、もしかして聞かれちゃってるかもしれないですけどね、鼻の切れ字当たってる最中に歌ったりしてるので、カラオケになったりとかもしてるかもしれませんね。はい。まあ、もちろん当然ね、パチンコの勉強もしてますよ。ツイッターみたいなとか、ネットとか調べて、あ、こういう歌あげてるんだ、こういうのが使えるんだとか、あ、パチンコの勉強もしたりとかもしております。はい、というわけでね、最後にアクションプランというかもうまとめですね、お話ししていきたいと思います。はい、もう散々言ってますけど、今日のアクションプランは、パチンコしながらパチンコ以外のことをしようよと。はい、そういうことを言いたいわけですね。はい、まあ、皆さんにとって本当に貴重な時間ですから、本当に今パチンコをすることだけで、いいのかと、いうことをぜひ一回、解いていただければなと僕は思います。はい、よろしいでしょうか。はい、というわけでね、まあ事情があるか分かんないですけど、僕が旅中にですね、見た動画でね、良かった映画とか、まあ、アニメとかはもう書こうかな、概要欄に貼っておきますので、はい、よかったら見ていただければと思います。はい、皆さんのね、おすすめの映画とか、
おすすめのアニメとかあればね、はい、僕が撮ってるサイトであれば見てみたいんだと思いますので、ぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。